こんにちは、春風ツアーです。今回は八丈島空港からワルシャワへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は6月です。八丈島を朝9時5分に出発いたしますと、ワルシャワへは同日の20時15分に到着いたします。しかしながら直行便の運航というのはございませんので、国内では羽田空港でのお乗り継ぎとなります。羽田空港出発後はドイツのミュンヘンに入ります。このミュンヘンで航空機を乗り換えてワルシャワへと向かいます。航空機のお時間というのは予告なく変更になる場合がございます。ポーランドのご旅行につきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお問い合わせください。今回は6月出発の八丈島空港からワルシャワへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。